7月22日夜9時「かぐや様は釣らせたい」「天才たちの恋愛頭脳戦」ファイナルを見逃すな大ヒットシリーズの完結編「かぐや様は釣らせたいファイナル」がついにテレビで平野翔と橋本環奈が再び共演映画「かぐや様は釣らせたい」「天才たちの恋愛頭脳戦」ファイナルの地上波初放送が発表されファンたちは歓喜の声を上げています7月22日 月曜日夜9時から TBS 系列で放送されるこの作品は累計興行収入が32億円を超える大ヒットシリーズの完結編です平野翔さんと橋本環奈さんが主演するこの映画はその魅力的なキャスティングとストーリーで多くの観客を魅了し続けています特にファイナル編では生徒会メンバーが踊る恋ふるダンスがフルサイズで初解禁されることが発表され 多くのファンが期待を寄せていますこの映画シリーズは原作漫画の人気を受けて映画化されたもので主人公たちの恋愛頭脳戦が描かれています白金みゆきと篠宮家具屋の2人が互いに相手に告白させようとする駆け引きがコミカルかつ切ないストーリーとして展開されるこの作品は青春と恋愛の複雑な感情を見事に表現しています映画版でもその魅力は損なわれることなく むしろ映像化によって新たな魅力が引き出されています平野翔さん演じる白金美ゆは生徒会長としてのリーダーシップと不器用な一面が絶妙に描かれ橋本環奈さん演じる篠宮家具屋は彩色兼備でありながらも恋愛に不器用な一面が魅力的に表現されています二人のキャラクターの絶妙なバランスがこの映画の大きな魅力の一つですさらに映画のハイライトとなる恋ふるダンスは 観客を魅了すする要素の一つですファイナル編ではこのダンスシーンがフルサイズで初解禁されることが決定し多くのファンがその放送を心待ちにしていますダンスの振り付けや演技はキャストたちの努力と情熱が感じられまさに映画のクライマックスを飾るにふさわしいシーンとなっていますこの映画の成功の背景にはスタッフとキャストの並々ならぬ努力があります 映画制作の舞台裏では、キャストたちが役に入り込むための練習やリハーサルを重ね、一つ一つのシーンに心を込めて演じています。また、監督やスタッフも、原作の魅力を最大限に引き出すために細部にまでこだわり、視覚的にもストーリー的にも高い完成度を追求しています。映画、かぐや様は釣らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルが地上波で放送されることは、 ファンにとって大きな喜びです。これまで映画館でしか見られなかった感動を多くの人々が家庭で共有できる機会が訪れました。特に今回の放送では恋フルダンスがフルサイズで初めて解禁されるというサプライズがありこれまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょう。またこの映画の放送は原作ファンにとっても特別な意味を持ちます。 漫画のキャラクターたちがスクリーン上で生き生きと動く姿を見られることは原作ファンにとって何よりの喜びです原作のストーリーやキャラクターを愛する人々にとって映画版の公開は一つの夢が叶った瞬間でしたそしてその映画が地上波で放送されることでさらに多くの人々にその魅力を伝えることができるのです映画 かぐや様はつらせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの地上波放送が決定したことで多くのファンがその日を楽しみにしています映画館で見た感動を再び味わうことができるこの機会を逃さないように多くの人々がテレビの前でその瞬間を待ち望んでいます特に今回の放送では恋フルダンスがフルサイズで初めて解禁されるというサプライズがあり これまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょう。さらに、この映画の放送は、夏休みの始まりにぴったりのタイミングです。家族や友人と一緒に楽しむことができるこの映画は、夏の思い出として多くの人々に記憶されることでしょう。特に、青春時代の恋愛や友情を描いたこの作品は、見る人々に感動と共感を与えます。映画、 かぐや様はつらせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの地上波初放送が決定したことで多くのファンがその日を楽しみにしています映画館で見た感動を再び味わうことができるこの機会を逃さないように多くの人々がテレビの前でその瞬間を待ち望んでいます特に今回の放送では恋ふるダンスがフルサイズで初めて解禁されるというサプライズがあり これまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょう。映画「かぐやさまはつらせたい」天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの地上波放送が決定したことはファンにとって大きな喜びです。これまで映画館でしか見られなかった感動を多くの人々が家庭で共有できる機会が訪れました。特に今回の放送では 恋フルダンスがフルサイズで初めて解禁されるというサプライズがあり、これまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょう。この映画の成功の背景には、スタッフとキャストの並々ならぬ努力があります。映画制作の舞台裏では、キャストたちが役に入り込むための練習やリハーサルを重ね、一つ一つのシーンに心を込めて演じています。また、監督やスタッフも、 原作の魅力を最大限に引き出すために細部にまでこだわり視覚的にもストーリー的にも高い完成度を追求しています映画「かぐやさまはつらせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル」が地上波で放送されることはファンにとって大きな喜びですこれまで映画館でしか見られなかった感動を多くの人々が家庭で共有できる機会が訪れました特に今回の放送では 恋フルダンスがフルサイズで初めて解禁されるというサプライズがありこれまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょうまたこの映画の放送は原作ファンにとっても特別な意味を持ちます漫画のキャラクターたちがスクリーン上で生き生きと動く姿を見られることは原作ファンにとって何よりの喜びです原作のストーリーやキャラクターを愛する人々にとって 映画版の公開は一つの夢が叶った瞬間でしたそしてその映画が地上波で放送されることでさらに多くの人々にその魅力を伝えることができるのです映画「かぐやさまはつらせたい」天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの地上波初放送が決定したことで多くのファンがその日を楽しみにしています映画館で見た感動を再び味わうことができるこの機会を逃さないように 多くの人々がテレビの前でその瞬間を待ち望んでいます。特に、今回の放送では、恋フルダンスがフルサイズで初めて解禁されるというさ。プライズがあり、これまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょう。さらに、この映画の放送は、夏休みの始まりにぴったりのタイミングです。家族や友人と一緒に楽しむことができるこの映画は、 夏のの思い出ととしして多くの人々に記憶されることでしょう特に青春時代の恋愛や友情を描いたこの作品は見る人々に感動と共感を与えます映画「かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル」の地上波初放送が決定したことで多くのファンがその日を楽しみにしています映画館で見た感動を再び味わうことができるこの機会を逃さないように 多くののの人々がテレビの前ででその瞬間を待ち望んでいます。特に今回の放送では恋ふるダンスがフルサイズで初めて解禁されるというサプライズがありこれまで映画を見たことのない人々にも新たな魅力を伝えることができるでしょう。